マリオ・エステベス・コルナは、モザンビーク出身の元ポルトガル代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。相性はオ、モンストロ・サグラード。ポルトガル領東アフリカ出身のコルナは、地元のディスポルティーボ・ボロ・オレンソ・マルケスでのプレーを認められ、1954から5シーズンにポルトガルのベンフィカに加入した。ベンフィカには1969から70シーズンまで、 在籍し、リーグ優勝10回、カップ優勝6回に貢献した。ヨーロピアンカップでは2度優勝の後、さらに首相として3度準優勝した。引退直前の1970から1971シーズンから1971から1972シーズンまでは、フランスのオリンピックリオンに在籍した。ポルトガル代表としては57試合に出場し8ゴールを挙げる。 デビュー戦は1955年5月4日の新前試合スコットランド戦。代表最後の試合は1968年12月11日の FIFA フフワールドカップ予選のギリシャ戦である。1966年ワールドカップで3位入賞を果たしマグリッソスの愛称で知られたチームで首相を務めた。1975年にモザンビークが独立した後は、 モザンビークサッカー連盟会長やモザンビーク代表監督を歴任1994年から1999年まで同国スポーツ賞を務めた。2014年2月25日、呼吸器系の病気のためモザンビークで死去。78歳没。エレガントで効率的なスタイルのゲームメーカーだったコルナは卓越したキック力でも知られ、 1960から61シーズンのヨーロピアンカップ決勝の FC バルセロナ戦では彼が決めた40メートルのロングシュートが決勝点になった。身体能力も非常に高くモザンビークでの走り幅跳び記録を持つほどだった。ありがとうございます。